初コメ初スパチャです。頭の中をリアックさせる方法や、頭の負担がかからないように深く、どこのことを考えられないような様を見つけたいです。今現在、喉の異物感覚、霊続症状や、息苦しい症状、強い倦怠感や、吐き気の症状で10年間悩んでいます。また、ふらつきが強いときは、頭の脳をかなり高いで、精神科で身体症状、症と ADHD、ASD AD と診断されました。自分なりに病気のことも分析した結果、神経質で貴重面で、酒飲めば <laughs> 多分あの、頭が良すぎてしまうのと、いろいろなものに注意が行きすぎてしまってると思うので、多分知能のレベルを下げた方がいいと思うんですよね。僕がその配信をしてるときも酒を飲んでないとできないのって、やっぱ頭が悪くなってないとこんなことできないんですよ。<laughs> なので頭を悪くするっていうのをした方がいいんじゃないかなと思います、ね。アメリカとかだったらタイマ吸っちゃえばっていう、<laughs> あの、手もあるんですけどね。 完璧主義な性格で、白く優秀休まることなく頭に蓋のかかるような思考や考え方をしてしまい、頭や神経が疲れてしまうことが原因だとぶつけします。当たってた <laughs> えまた一人ごと頭の中で備えてしまいます。大学生で教員職をしていた頃から思考の癖でするような頭の使い方をしてしまっているので、選定性のものではないと思っております。また仕事として頭を使う仕事を避けたことによろしいでしょうか。いや、頭を使う仕事は全然いいと思いますよ。頭いい人だと思うので。なので、頭を使う仕事をするのは全然いいんですけど、使わなくていい時も回ってしまうので休めないという話なので、そのいかに休むか、ね、で、あとはあの日本だと睡眠薬飲んじゃうという点もありますけどね。まあ、あの強制的に睡眠薬飲んで寝ちゃうっていう。 で、あの、まあ、その、頭を使わない状態を強制的に1日8時間作れるので、で、まあ、その残りの16時間はもう起きてでもいいと思うので、で、16時間起きてになったら、じゃあ速やかもう一回飲んで、じゃあ12時間ぐらい寝るみたいな。で、その寝る時間をコントロールするということで、頭を使わない時間というのを作るっていうのもできるんじゃないかなと思います。